足利貞田氏は、鎌倉時代後期から末期にかけての鎌倉幕府の御家人足利家時の嫡男。足利宗家七代当主。室町幕府初代将軍となる、足利高氏やそのイボア足利高吉。その弟、足利忠義の父。父、家時の死を受けて、足利氏当主となる。貞田氏は、 当時10歳前後の少年であったとされ、祖父、足利義氏以来3代続けての幼少の投手となり、羊講師の補佐を受けた。金沢賢治の娘を正室に迎えるなど、家時の自害の後を受けても、歴代の足利氏投手と同様に、北条氏との関係を重視した。意味名の、天皇寺は、元服の際に、当時の出権、特捜家投手であった。 北条定時の変記を賜ったものであり、徳宗の変記通り字の死で実名を構成してきた、祖父までの慣例に習って定氏と名乗った。定氏が生まれた頃、当時の執権北条辞衆は、猛虎襲来への勝利を祈願すべく、将軍、これ安王を、源のこれ安という、現氏将軍としていただくことによって、自称、呪衛の乱の勝利者、 源の頼朝の再現を図ったという。この、源氏将軍の復活という現象は、かつての源氏将軍を解雇する機会を与え、東国武士社会の中に潜在していた武家の、政党イデオロギーとしての、源氏将軍観をも高揚させたという。故に、死生、源氏のこれ安よりも、頼朝と同じ生は源氏の系譜に連なり、その一門筆頭に位置づく足利氏の方が、 将軍にふさわしいとの認識を周囲に呼び起こし、足利氏を将軍に擁立しようとする動きや、足利氏に野心があるのではないかという猜疑心をもたらしたとされている。当時の当主であった父、家時は将軍、これやすの近親筆頭の役割を担うことによって、自衆政権へ協力する姿勢を見せていたが、自衆の死後間もなくして自殺を遂げている。 この理由については、諸説あったが、最新の研究では家時がそうした、源氏将軍間の動向と自身を切り離すとと,ともに、自習に順守することで、法上士徳総家に対し忠説を尽くすための行為であったとされている。その後の下月騒動や平禅門の乱も、源氏将軍を擁立する動きであったとされ、その後も、同様の反乱が起こる、可能性があったが、 貞時はこの対策として、エボシ氏である貞氏に対して、源氏着流として購入することを行ったという。このことは、他の源氏一門との格差が明示されることにも、つながるため、足利氏の側にとっても歓迎すべきことであったといい、合意形成に至ったという。貞時の子、北条高時の代に入って、 貞氏の最初の弱子が前述の慣例によって、公子ではなく、高吉と名乗っていることがそのことを象徴的に示している。すなわち、高吉の名乗りは、徳宗高時の変記、公と性は現氏の通詞である、義によって構成されており、わざわざ、義の字が使われている背景には、足利氏を現氏着流に位置づけることで、互いの政治的思惑を一致させた。 北条氏と足利氏との合意形成があったと考えられている。ただし、このことは足利氏が将軍になり得る可能性を北条氏が認めることとなるため、北条氏は公認を与えるに際しての条件として、足利氏が引き続き北条氏の擁立する将軍に施行する立場を遵守することと、北条氏に対し服従する意志を見せることを足利氏に求めたという。 貞氏も、このことを、よく認識していたようで、第八代将軍、久明親王の室のための祈祷の際に、雑事役を務めると、父同様に特捜が擁立した将軍に禁じする、ことで、特捜政権への協力姿勢を見せ、また、貞時の出家に従って、貞氏も出家し、現行三年の貞時の十三回祈法用に、際しては二百三十巻分という、 当時の権力者、長崎延期の300巻分に次ぐ、高額の費用を信条する、等を、特捜政権への直接的な従属姿勢を見せている。従来、このような行為は、父やじより受け継いだ怨念を共中に増しながら、表面は、特捜の意を迎えることに救急として、奉仕に努める、人従の立場に貫かれたと評されていたが、近年では逆に、積極的に、 特捜の意を迎えて放仕することで、現時着流の公認を獲得し、特捜の擁立した、新郎将軍の謹慎を担うことで、特捜政権への協力姿勢を見せることで、法上氏から優遇されて、政治的立場を安定させることに成功し、足利氏が特捜家に次ぐ価格を維持することができたと評価されている。なお、出家の時期については、尊費文脈や、刑図産業に、 王朝元年11月27日と記され、従来の研究では、同年10月26日の特捜、法上定時の死去に伴う出家とされてきたが、近年の研究では、昭安3年の定時の出家辞職及び出家に伴って、貞氏も出家したとの説が出されている。一女報道次長に金行なり、この度を捧ぐため、伊予しか、 源の家時御母大師書秘悲行なり、春山法院も自仏道かしこ悲壮うん両電車ぬかた愚じ村田三段、また、聖官房あと大門屋敷云々昭安三年十二月23、二十三日さぬき入道殿奥田渋未在ごは左衛門の城もおろしげささぐ。この資料からも、昭安三年十二月二十三日の段階で、さぬき森貞氏が出家して、 さぬき入道となっていたことが裏付けられる。滝山寺演技については、他の記載も含めて信憑性の高いものとされているが、文様記には昭和4年の段階で、足利さぬき主と記しているので注意を要する。しかし、鎌倉年代記裏書きには、加減3年に起きた、加減の乱に際して、 連所の北条時村を殺害した与党の一人、海老名西門次郎秀綱の預かりを務めている人物として、足利佐抜入道の名が記されており、出家の時期は少なくとも貞田時の死より前、加減三年以前であった可能性は高いと言ってよいだろう。なお、貞田氏が佐抜神であったことについては、尊卑文脈等で確認できるが、昭和五年二月には、これ無根棒が、 さぬき神であったことから、昭和5年から昭和年間の間に部任されたと考えられている。また、貞氏の出家により、高吉が家督を継承したとの説もあり、その時期を、尊貴文役等が示す王朝元年11月とする、見解もあったが、貞氏の出家時期を、加減3年以前とした場合その可能性は低くなる。前述の通り、高吉の、こは、 特捜、北条高時から配慮したものとみられるが、高時は、延教2年に元服して、陽明の聖樹から高時へと解明し、翌1310年1月17日に、幕府小侍所に任じられているので、加減3年以前にまだ、高時を名乗らない聖樹によって、河野一時を拝領することはありえず、高吉が、まだ元服を済ませていない状態で家督を継承した、 ことになってしまう。実際の古文書を見ても、昭和3年うるう3月28日付、青高隆願い譲り状をつしや文法2年9月17日付、長井ゆ譲り状をつしのように、この当時も定氏が足利氏当主であった様子が伺える。ただし、その間昭和4年11月15日に、足利様之助が、鶴岡八万宮の僧侶、円獣に対して、 武装職安土の書状を出しているが、この、足利様之助は高吉を指すと考えられる。鶴岡八幡宮の上宮東海廊には、足利義兼が、了海曼太羅と一切京を治めた、領海団と呼ばれる区画があって、足利僧家では、八幡宮の僧侶に依頼して、供養を行っていたが、その供養を行う武装の職の部人と安土は、宗家当主が行っていたので、 足利様之助の炎獣に対する愚装職安堵も足利主党主としての行為であったと考えられ昭和3年から4年の間に佐田氏から高吉への家督の交代があったことが推測されるしかし高吉は創生しその没年は文法元年であったとされ次男もまだ元服を済ませていない状態であったため再び佐田氏が火星を担うこととなったらしい それを裏付けるかのように、前述の文法2年の古文書以降も、貞ダウ発給の文書が多数残されており、生存中に、講師には家徳を譲っていない。貞ダウの頃は、足利氏の家政機関が整い、それら機関の活動も充実し、足利氏機関のもとに残された数多くの、貞ダウ発給文書が残されている。 鎌倉における足利氏の菩提寺上明寺を再興した、ほか、公安4年に落雷で消失していた、足利万那寺を御堂の再建も行っている。元行元年、元徳3年9月5日、59歳で死去。翌元徳4年には、次男の孔子が文書を発給しており、定氏の死後は、孔子が家督を継いだことが確認できる。講師が百三十三年に、 北条氏の鎌倉幕府に反旗を翻して滅ぼすより、わずか2年前の死去であった。ありがとうございます。